どうも、こんばんは、井上です。今回は東京グールリインボーク、第3弾 VS フェスキャラクターを周回しましてですね、ガシャチケット20枚なんとか、貯めることができたんで、今回こそは、この20連のうちにですね SSR を1体でも当てて、気持ちよくね、この何ですか、年末年始キャンペーンの地獄の集会を、締めくくりたいと思います。クリスマスイブなんでね、僕のところにもサンタさんが、舞い降りてくれるんじゃないかと思います。ちなみに僕サンタさん信じなくなったの多分小学3年生の時ですね、小学 3年か4年の時にルビーサファイアをサンタさんから、ポケットモンスタールビーサファイアをですね、サンタさんからもらったのが多分プレゼント的に最後だったと思うんですけど、どうなんですかね。おっと来たよ、これほら見て、データの不具合、不整合か。あ、これが起こると、俺のガシャ動画では SSR は必ず弾けるというジンクスがあるんでね、と言いつつも前回弾けなかったんですけども、今 SR がさ、見てこれ、 SR 最初のさ、空気読めなかったホージさん以外全 SR だよ。これがクリスマスパワーか、いやクリスマスイブタワーか、タワーじゃねえ、パワーか。神ダメだな今日。さあサンタさん、俺のとこに舞い降りろ。なんやこれはよ、やばっ。ちょ待って、SR すげえな。しかも逆にすげえわ、お前その1枚だけ来ないっていう。なんだよ、なんだ。はい、ということで今回は、第3弾 VSS キャラクターを必死に周回したにもかかわらず20連で何も引くことができなかった。いやもうこれ俺確か別チケのさ1回も引いてないような気がするんだけど、なんか限定キャラいいや。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。